皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もショーワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、 TOTY ベスト11の最強メッシュを使っていこうと思います。前々回の動画でメッシュをパックで当てて、その時にね116のメッシュ交換していったんですけど、もう育成もねバッチリし終わって、今回はねそのメッシュの使用感をお伝えできればなと思っております。でまずねメッシュの能力紹介した後に試合で使っていきたいんですけど、最初に育成する前の進化も強化も特訓もしてない状態のメッシの能力見てから、その後に育成したメッシの能力紹介していこうかなと思います。そしたらまず能力紹介からやっていきましょう。はい、こちらですね、 OVR116 ポジションがライトウィングと、引き足が左の 170cm、 スタミナ8、逆足4となってます。能力見ていくと、瞬発しっかりあってスピードも184とかなり高いですね。あとは決定力200もあるんで、シュートねバンバン決めてくれそうな能力してますね。他にもねロングシュート、ポジショニング、ペナルティーキック、ボレーシュート、もうねこうバーッと見ても低い能力がない。一番低い能力でマーキング128っていうね、恐ろしいですねこの選手、めちゃくちゃ強い。ドリブルねボールコントロールも高いんで、足元もねかなりやれるんじゃないかと思います。でこのメッシのね強さはやはりスキルブーストのスピードですね。今までメッシってねセカンドストライカーとかが多かったんですけど、今回初のスピードということで、上がる能力、ダッシュスピード、ポジショニング、ドリブル、ボールコントロール、敏捷性と、これやばいですね。特にねスピード上がるっていう点はかなりねいいかなと思います。まあ、能力だけね見てみると瞬発がかなり高いんで、その分ねスピード落ちてるんですけど、そのねスキルブーストでそれがね上がるということで、完璧な選手になってるんじゃないかと思います。活動量がアタックというディフェンスが低いと、まあ、ね、アタック活動量が中なんですけど、多分そんな気にはならないかなと思います。個人技ルーレット、特性がフィネッシュシュート、ロングシュート低下、プレイメーカー、アウトサイドシュートということで、特性に関してもね全く問題ないんじゃないかと思います。ほんとね能力一級品なんで、非常にね使用感の方がはい楽しみではあります。そしたら続いて育成済みのメッシュの能力も見ていきたいと思います。今回使っていくメッシュは進化5、強化10、特訓が42まで上げたメッシュを使っていきます。もうね最強じゃんこれ、もうかっこよすぎるでしょ。能力を見てほしいんですけど、バケモン、スピード260までいって、決定力248、やっぱこのスキルブーストでかいですね。スピード28、あとボールコントロール、敏捷性、ポジショニング、ドリブルは30上がるんで、もうね最強なんじゃないかと思います。そしたらねこちらのメッシ使って早速試合の方やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。相手のフォーメーションが 4-1-2-1 のナローですね。で今回ね 4-3-3 のホールディングの右ウィングでメッシ使っていこうと思います。もう輝かしいもんね、進化5、強化10っていうね。さあやっていきましょう、よろしくお願いします。まずはねしっかりボール取るところから頑張っていきたい。さあ取れるか、取れない、メッシ行け。まあ、活動量がねディフェンス低いでアタックもこうなんで、そんな多分動き回るっていうよりかは、やっぱ足元で受けてドリブル突破とかがいいのかな。さあこれピンチだよ、大丈夫、さあ大丈夫かな、これ取れる、いや無理か、いやナイスディフェンス、チャンスよこれ。さあこれ一回ビエラでロナウドじゃなくてメッシに持つ、さあ来たメッシ、はいシューキャン、この切り返し、ここ入れる、はいはい最強、はい最強、これやばすぎでしょ、このドリブルね、キックフェイントからのルーレット。さあこれで先制と、いいですね。早速ねファーストプレーからメッシが活躍していく、素晴らしい。バラックからネスタ、カミュラ、いいね空いてる、ロナウド、いやー無理、出すとこない、いやー無理、出すとこなかった、 OK 取れる、あるある、ロングシュート、いやー惜しいね。まあ決定力も高いんで相手が狙っていいかなと思います。どうしようかな、これクロスして投げようか、お、あるんじゃない、無理か、カウンター気をつけろ、オッケーオッケー、ミラーしっかり守って、ナイス、遅らせて、オッケー、さあこっち切ろうか、オッケーナイスカット、どうする、ミラー、それはうめえ。さあまず前半はねメッシの鬼ドリブルからの先制点と、もう一回ぐらい見せ場作りたいな。さあビエラからイーノ・マルキニョス、いい上がり、シューキャン、いや無理か。さあメッシ、メッシね、あんまねセカンドディフェンスとかしちゃうとスタミナなくなっちゃうんで、なるべくガツガツいかないように、
ここ、ミュラー、空いてる。メッシー、勝負。エルナンデス抜けるか？ほ、ほ。いや、マジやばいドリブル。えぐい。ほ。いや、惜しいね。マジドリブルがやばすぎる、メッシーの。ぬるぬるもいいとこだわ。さあ、これうまいぞ、相手。いや、これ大丈夫っしょ。いや、大丈夫。オッケー。ナイスバラン。デブライネ。さあ、ロナウド。大外。いいね。いやー、足元、困っちゃった。ナイス、メッシ。いやー、惜しいね。ちょっとメッシ頼りになってるな、攻めが。メッシを使いたすぎて。ナイス。さあ、これ。もう一回メッシ行こう。懲りずにメッシ。ここ抜く。いやー、無理か。もうスタミナが。じゃ、ちょっとこの試合ね、だいぶ飯頼りになってしまったので、次の試合はちょっとしっかりね、戦えるようにやっていきたいかと思います。もうこれで試合終わりかな？さあ、ボール取ってもう一回攻めれるかな？無理か。いや、あるな。終わった。そしたらね、2試合目もやっていきましょう。さあ、2試合目やっていきましょう。相手のフォーメーションが 4-4 のフラットと。やば！ルーベン、デブライネ、カンセロ全部6進だったぞ、今。えぐすぎる。なんて羨ましいんだ。さあ、負けじと頑張りましょう。116の6進とかすごいな。できる気しないもんな、正直。怖くてやれないしな、なんなら。6進に。いいよ。デブライネ、さあ、メッシ開いた。そこ狭いけど、メッシ、ナイスボールキープ、縦開く。なんだ、そのパス。パスが下手すぎる。出そう。メッシ上がれ。そう、メッシ、そう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 、ナイス、いいね。いい上がり。オッケー。決めろよ。くっそ、角度がな。悪かった。出ないか。読んでる。それは無理だ。さあ、メッシ取れるか？まんましね、ガツガツいっちゃうとスタミナなくなっちゃうからな。ここはしっかり。遠くから、牽制で。大丈夫。さあ、ビティ側からビエラ。さあ、デブライネ。メッシー、ワンタッチ預ける。オッケー。さあ、メッシー来たよ。さあ、いや、無理か。全然抜けんかったわ。取れる。いや、無理か。さあ、ちょっとね、前半は、なかなか、いい場面が。オッケー。ナイス。さあ、メッシー開く。はい、ロナウド。狭い。オッケー。いや、どうしよう。一枚剥がすけど、いや、ドリブル、マジ神。さあ、ここ、バラック、シュート。いいですね、このバラックの、ダブルタッチからのシュート。ここね、メッシのキープが行きましたね。これ、うまっ。バラックシュート、うまっ。さあ、前半はね、いい感じに1点取れて、後半も、メッシが活躍できるように。取れるでしょ、これ。ナイス、マルキニオス。いいね。デブライネ、縦当てる。そう、ロナウドからメッシ。このキープ。いやー、無理か。さあ、ここも取りたい、しっかり。取れるか、デュティが。頑張れ。よ、惜しいね。いいよ。取れる。待って、抜かれる、それ。まずい。早っ。追いつけん。うまい。いやー、危ねえ、ナイス。負けんな。オッケー。ナイス、これあるよ。カウンター、メッシ、ワンツーしようか。はい、ロナウド。オッケー。メッシ行け。そう。剥がす。ナイスパス。完璧。いやー、惜しいね。メッシ、よかった、今。ナイス。さあ、これどこ出すか？メッシ出せる？無理？出せるな。はい、メッシ、そう。1対1。仕掛ける。うっ！さすがに無理。さすがに無理。取れるか？やばい。カウンター怖いよ。オッケー、ナイス。オッケー。いや、バカ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 。いやー、ジダン取れん。ちょっと待って。勝てない、これ。いやー、ナイス、マルキニオス。強すぎ。さあ、これ蹴って試合終了かな。これで試合終了と。そしたら最後にまとめの方をお話ししていきたいと思います。はい、ということで今回は TOTY ベスト11の最強メッシ使っていきました。いやね、本当に強いです。ちょっと今回の動画ではね、メッシばっかね、普通に使っていてね、ボール取られるシーン多かったんですけど、本当にね、使用感はね、めちゃくちゃいい。特にね、ドリブルに関しては使用感はめちゃくちゃ良くて、本当にね、足元からボールが、
ぱ離れないというか、うん、本当に強い選手かなと思います。まあ、結構やっぱその1対1とかドリブル得意な人は無理してでもね取った方がいい選手かなと思います。結構ね114と116のメッシどっちがいいかなっていう、まあ、話になるんですけど、ダブルタッチが好きって人はね114のメッシでも全然いいと思うんですけど、でもやっぱそのドリブルだったりね、あとスピード使用感に関しては116のメッシがねずば抜けていいと思うので、ぜひね114持ってる人もね116のメッシ獲得ねしてみてください。まあ、本当116はね進化がめちゃくちゃ大変なんですけど、その分ねその達成感というか誤審になった瞬間、もう6審なんかねしたらどうなっちゃうんだろうと思うんですけど、まあ、自分もちょっと6審目指して頑張っていこうかなと思います。もし何かね質問とかあればコメント欄や DM によろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。